あ、大丈夫かな。早かった。ほう。大体普段のうちってこんな、はい、こんな。見せてる面と全然違うでしょ。ネットだけでこんなにそのキャラ作ってんのは、そうそう、どっちが本場か分からんやろ。全部ね、うちの人生を表しています。そういうしかないやな。ほんまやねんから、だってそれはね。50歳ですよね、もう、年明けに51歳やから。な、大抵のバカやけど長生きしてるやろ。うちの年はみんなバカちゃうねん。どうする？わかりやすい。さて、結局その、18歳とか21歳まで、やろ？暴走族。だから関東は18歳までって。関西は21歳までってね、暴走族の、年齢。要するに、その年が来たら、18歳になったり21歳になったり、引退せなあかん。そら、肌と気づくんやろ？ それともう一個は、その大抵の暴走族は、その要するに、反抗期に、トラウマ持ってんねん。だからその反抗期を、ね、上手に反抗できへんかった。それが発達障害。5歳の時に5歳児のやつっちゅうのは 5歳児ってそういうしつけがあって、まるで5歳児ですねってしつけがあってんけど、でも5歳の時に5歳児のやつは別に発達 OK やね。5歳過ぎても5歳児のやつは発達障害。暴走族はじゃあなんで5歳の頃にどんなトラウマがあるかって言ったら、親父の鉄拳やってんって。大体親父の鉄拳5歳ぐらいで始まるわけね。でも18歳とか20歳になったら、もう親父の鉄拳超えちゃうねんな。なんでかでも暴走行為、不良することによって。ひょっとして俺は親父より強いんじゃないってなるやん。で、実際に親父に挑戦するバカもあるけど、うちもそういうこと、似たようなことしたことあります。だけど、うちなんかもっとボコボコやってんから、その辺のな、不良とか暴走族とかにもな、うちほどボコボコに父親にされたのはおらんね。しかもうちおんないし。しかも3歳になって性転換始まるじゃ否や。3歳の時からボコボコにされてんの。それまでめっちゃ大事にされた。殺そうと思ってんた、本当は父親と。その時はね、もうダメだと思って、性転換されたから。世界滅ぼそうと思って、うちが死んだ世界滅びるから、次元変えようと思っただけ。で、怖いやろ、続けて。で、伊勢神宮からな、飛んできやって。伊勢神宮の宮司一家が、もう一つやろな、宮司、伊勢神宮の宮司を務めてる、な、一家の一つが、もう一家が飛んできやって。で、門真の神社に収まりやって、ある神社に。ずっと見てくれやってんけど、それからな。もう大変やってんね。まあ、そんな感じで、まあ、何回もずっと言ってるけど、18歳か20歳になったらもう、親父の鉄拳をね、克服できてんの。勝とうが負けようが、親父に対して。勝っても負けても克服してると分かるんじゃん。男の子は多分。それ超えてやってるやつは、別のトラウマがあるみたいな。5歳児の頃に。親の離婚、浮気とか。大体それ。ほんで、結局その、あともう一個の理由はね、まあ、ちょうどその頃に、まあ、バイヤーと出会った時のケースってや、マイクに。それやつはやめようか。で、いつまでも、元暴走族な子に絡んで、あるいは、もっとひどいのは、まあ、その芸能人やスポーツ選手に、麻薬を売るバイヤーの手伝いを始めて、バイヤーそのものになったりしてるわけ。そんなんが、18歳、21歳過ぎてもまだ暴走族やってる連中ですね、実は。